皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。エントリーグレード仮面ライダー01ライジングホッパーです。はい、こちらおそらく新シリーズのプラモデルだと思うんですけれども、対象年齢がめちゃめちゃ低い簡単に作れるプラモデルみたいな感じなんだと思います。ここを見てみると道具がいらなくてペイントもいらなくて27パーツで作れますよっていうのを、とにかくさっと作れますよ感がここに出てるのと、下の方を見ますとここにね3エイジって書いてあるんです。なんで対象年齢3歳以上なんですよね。めちゃめちゃ子供でも作れるプラモデルってことで、でここにねさらに書いてあるのが君の手01の変身シーンを体感せよって書いてあって、ランナーが映ってるんですがこの黒いボディが映ってるんですよ。なんでここにほんと黄色いパーツをパチパチ上からつけていくだけで完成するんではないかなと思われます。で多分これ無稼働なんですよね。なんで本当に薄立ちでぼったちで立たせる、プラモデルができるっていう感じみたいなんですけど、それでもなんだろう、3歳以上って本当に簡単じゃないとできないはずなんで、すごく中身楽しみです。それでは開けてまいりましょう。ライス定食では行きましょう。せーの、どーどん。あ、なんかパーツがそんなに細かく分かれてないのが見てわかりますね。で、あ、少ねえ、少ない、これしかない。ランナー3つぐらいしかないのかな。うん。で、シールが、シール4枚。これは作りやすいですな。プラモデルの組み立て方、パーツを探そう、取り外そう、組み立てよう、完成。いや、まあ、プラモデルってそういうもんではあるけどね。いや、すごいな。しかも道具いらないからね、手取れるんでしょ、おそらく。タッチゲート式って言うんだっけ。うわー、楽しみ。いいですね。じゃあ、早速作っていきましょうか。で、ランナーがこれでしょ？これが頭ですよね。これを、わ、すげえ！一瞬で取れる。これがいいなぁ。楽だね、これね。わ、もうすぐパワパって取れちゃう。で、頭もこれで、これで要は、うん。ボディ部分は簡単に完成ってことでしょ？これで。やばいな、これ。親からもらった鋼のボディ。地球の平和を守るため。シールね、本来ならピンセットで貼るんですが、今回はね、対象年齢がちっちゃい子っていうことで、そこに合わせても手で貼るよ。もう子供はピンセットなんて使わないからね。説明書も一応ついてるけどさ、もういらない説あるよね。はい、もうこれ黒のランナーについていたやつはめただけでもうこれ素ボディがもうこれ完成ですよ。すごいな。色こう見るとさ、結構色分けされてんだよね、ちゃんとね。グレーの部分はほんと数少ないんだけど、ちゃんとそれはそれで用意されてるし。で、こっから顔ですね。お面みたいな感じの感覚かな。黄色の素体に赤い複眼のパーツがありますので、それをほんとここにはめ込んでいけば、すげえ簡単に01の顔が完成いたします。はめれば、もう完全に01ですね。いいね。これで仮面ライダー01ライジングホッパー完成いたしました。すげえ簡単。え、何分ぐらい？めちゃめちゃゆっくりやっても10分ぐらいだったけど。やば。喋りながらだからね。喋りながら説明しながら、パーツを手元から落としながら、それを拾いながら。それで10分ですよ。多分本気出したら5分もかかんないと思うな。やば。めっちゃ簡単にできました。上から見ていきますと、やっぱり対象年齢が低いこともあって、触覚がすごく丸みを帯びてたりとか、かなり安全性に配慮したパーツとなっております。で、複眼はさっきも言いましたが、別パーツって表現でクリアパーツではありませんので、ちょっと顔はのっぺりした感じになりますよね。で、黒いボディのところのところどころに本来であれば赤い縁取りみたいなね、線が入りますけれども、それも全て省略されてて、唯一ここのシールが少し赤いのが見えるかなっていう感じですけれども、要はね、かなり細かいところはもう結構割り切って、カットされておりますが、それでもね、色分け結構されてるよ、これ。体つきはかなりいい感じですよ。変に細すぎず、厚すぎずで、ソフビみたいにさ、まっすぐみたいな感じではないもんね。ちゃんとゴツゴツしてて、くびれもあって、なんちゅうんだろう、安っぽくない。可動面ですが、首回転があって、腕も回ります。腰は一体化してますから、下半身は基本的には回んないのかな。足首がね、あとちょっと回転します。ちょっとこうやって逃がしたりとかもできるから、
こんな感じ。変なボッタチじゃなくてちょっと腕広げたりとかすれば結構カッコつくよね、これも。でさ、このアンダースーツのこのさ、黒いこの編み編み、これちゃんと表現されてんね。モールドも結構しっかり入ってるんだよね。だからね、そういう安っぽさが全然なくて、いや、いい感じでございますよ。はい、こちらフィギュアーズ持ってきましたけど、並べるとやっぱね、ところどころこれ省略されてるのは分かってしまうんですけれども、それでもさ、値段で考えると3分の1以下でしょ。で、こっちのフィギュアーズがね、ちょっとまあ、3000円っていう破格な値段で売ってたので、ちょっとその辺ブレちゃうんだけど、ただ、それでもね、これ1000円ぐらいなんで、いや、値段考えてもよくできてると思いますよ。で、これは高さ的には、こう見ますと左のプラモの方がちょい高いぐらいだね、身長むしろ。ボリュームも結構ありますよね。なので、ソフビよりも気持ちしっかりしたプラモデルを作ることができるという感じですかね。まだフィギュアライズスタンダードがラインナップされておりませんので、まあ、フィギュアーツほどではないんだけれども、なんか01のね、飾るやつが欲しいなって人にはいいんじゃないかな。そして何よりも、この省略もさ、プラモデルだから、自分でね、塗装するっていう方法もありますからね。ちょっと墨入れしたりとか、足りないとこ色足すだけでも作りが全然変わってくると思いますので、まあ僕とかそうですけれども、全くプラモデルのね、塗装とかしたことない人も、これだったらさ、値段も安いから、なんだろう、失敗を恐れずにとまでは言わないですけれども、ちょっとチャレンジしてみるのはいいと思います。バランス転職。はい、というわけで本日はエントリーグレード仮面ライダー01ライジングホッパーをご紹介いたしました。本当に簡単に作れるプラモデルですので、ハードルはかなり低いですし、可動面とかはね、やっぱりそこは割り切られてはいますけれども、本当ね、ボッタチで家にちょっと01に立たせる何か立体物が欲しいなみたいな人にはおすすめでございます。1個1000円ぐらいですので、気軽に買えるプラモデルだと思います。同時発売で、なんかドラゴンボールの、プラモデルとかも発売されてるみたいなんで、そちらの方も合わせてチェックしてみてはいかがでございましょうか。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。